わ、ライブアクセスが一時停止されたって。え？え、次回は12月6日って何？マジで言ってる？え？マジ？12月6日まで TikTok ライブできないってこと？え？もうやばいな、ちょっと。東京挫折組です。お願いします。第1回からめちゃくちゃスパチャやってますが、僕実はあなたのこと山本圭一だとずっと思ってました。なんで逆に今矢野だと気づいたんですか？矢野だと気づく瞬間がいつだったのかだけ教えていただいても大丈夫でしょうか？もう20回山本圭一だと思ってた人は一生山本圭一だと思ってるはずなんですけどね。350メートルハードル決勝中ですけど、普通にあのおじさんの生配信雑談配信ですね。ゴエモンさん500円でうんちやめてください。だから、おいボギーニンニク、十種競技頑張れよ、しばくぞ。あの、僕人間の顔面ですし、十種競技は参加しないですし、しばかないでください。あの、全部話題が別々すぎてね、一個一個やんなきゃいけなくなっちゃうので、はい、まとめてね突っ込めないのでよろしくお願いします。ゴエモンさん1000円でうんち5つやめてくださいって。だから、額増やして数増やせばいけるっしょじゃないんですよ。あの、返しが思いつかないんですよね。うんちやめてくださいね。矢野を拳銃で撃ったらこの世から消えるらしい、検証しよう。あの、検証する必要もないぐらい消えますね。もう普通に消えるので、それは。制御不能な男さん500円で、謎のカバーやめてください。君に読む恋物語さん610円でダッシュしてるカバーやめてください。ここで走ってるよ実はじゃないんです。変な設定いらないんですよ。ゴエモンさん500円でうんちやめてって本当に怒るよ、そろそろ。お金の無駄になっちゃうよ、ゴエモンの。てかさ、神戸山口組は6代目山口組から分裂してできた組なんだけど、裏切った俺たちが悪いみたいなこと言われるんだけど、どう思う？あの、何も思わないですね。マジでどうでもいいです。生きてる世界が違うので。太陽圏はやめろ、僕の天津飯じゃないですね。ちょっと勝手にチャオズのマブにならないでいただけるとありがたいですね。こうやってないので、よろしくお願いしますね。矢野が天津飯ポーズした瞬間に、はい、TikTok ライブ、はい、あの、裸体って出てる。なんでだよ。どういうことなんだよ。裸体違反って出てる。頼むぜ、マジで。床屋のカタログ3番の人ですけど、カタログに載ってない0番のただのおじさんですね。ちょっと勝手にカットモデルにならないでいただけるとありがたいですね。髪ない人載ってないと思うので。わ、ライブアクセスが一時停止されたって。え、次回は12月6日って何？マジで言ってる？え？マジ？12月6日まで TikTok ライブできないってこと？え？もうやばいな、ちょっと。TikTok ライブ赤番来た。歓喜しないでください。内心めちゃくちゃ焦ってるので、マジで笑わないでください。これ多分6月12日の9時31分以降、だから10分後にもう一回ライブ始める。あ、10分後にもう一回始める。よかったイエーイ。危ねえ、マジで。多分そうだよ、これ多分日付が先に来てるもんね。あ、そういうことか。これ2月6日はない。いや、俺マジで焦った今。6月12日は今日で、12月6日という謎の設定よくわかんなくなって。いやね、2季節越してるからね、だって。危ねえ。河川敷の雑草を東京ドーム61個分まで集めたところで、喉が渇いてないか青汁みたいに尿を飲み干してしまった。さて、この後は上沼恵美子のおしゃべりクッキング。最後まで読んで損しましたね。なんか喜ぶ顔腹立つ。イエーイ。危ねえ、マジで焦った。もう今日ちょっと配信どころじゃなくなると思ってたわ。朝から気になってたんだけど、新沼健二ってまだハトレースやってるのかな。もう忘れて大丈夫です。朝から気になるようなトピックではないです。焼肉さん2440円、矢野のパンティー、こういう言葉をやめてください。こういうのをやめてほしいんですね。よろしくお願いしますね。ティンティン、まあこれはギリいいかな。うん、これはギリいいですけども。猫フィットネスさん2440円、なんか今日活気がねえな。YouTube に集中できないなら TikTok ライブ切ろうぜ。ちゃんとしたツッコミ聞きてえよ。白ブリーフ丸のみくん。あの、だから白ブリーフ丸のみくんって誰なんですか？もうあの、矢野くんです。前回、うんこさんが、あの、だからもうダメなんですよ、これが。ね、今 TikTok ライブやってないからいいけど。うん、前回、大丸丸さんが30分頃からエンジンかかるって言うから待ってたけど、ガス欠か。今日はちょっと TikTok ライブの件もあるんで、もうこれ以上テンション上がらないです。
矢野さん、20回記念参加できずに申し訳ありませんでした。ところで画面に映ってる人って誰ですか？矢野さんですねこんばんは。ショート動画になるように頑張っているのですが、吉川武さん、燃料飲んだら危ないです。僕は東京挫折組の矢野ですね。ちょっと勝手に政治家にしないでいただけるとありがたいですね。もうこの間ミラクルマンチャンネルさんだっけ、吉川武に似てるって言ったら、もう そっから気になっちゃって、俺吉川武もう探しちゃったわ。ちょっと白ブリーフってアウト？セーフ？よよいのよい。はい、矢野の負け。皮膚全部剥がして塩塗るよ。めん、あい。やりすぎですね。はい。焼肉さん2440円。音階はいつですか？音階って何ですか？オフではなく。頭、パイ、丸丸丸で草。これ読めないです、もう。あーいやい。あーいやい。吉川さんだよ。矢野さんですね。はい。ちょっと勝手に政治家にしないでいただけるとありがたいですね。おい、矢野、下のソーセージから白いガソリン漏れてるぞ。これなんか言葉を包めばいいとかそういう問題でもないんですよ。これはいけますけど、うん。なんか隠語で言えばいいとかもないので。胸に二つ、矢野さんついてました。いや、ついてないですね。胸ではないので。今ね、またこの下ネタ言いそうになっちゃったから。やっと見つけた。みんな、サッカーの続きやろうぜ。僕サッカーボールじゃないですね。ちょっと勝手に僕の顔で PK 蹴らないでいただけるとありがたいですね。そうやって私以外にも女作るんだね。最低だね。ニンニクだるま三世。ニンニクだるま三世って誰ですか？あと、女作ったつもりがないですね。サッカー中継でよく聞くやつ。花まえば、花までええか。ええよ、花までええよ。これで合ってますか？で、さっきもやったんですよ。それ2回目だから1回目ほどの受けはないですよ。わかった、サッカー中継のやつ。え、何？はんなまれば、はんなまれようか。じゃあ、普通に間違えてた。2回歌って。ごめんなさい。俺も矢野のだと思ってね、違うなぁ、だ、ちげえよ、だって。あ、違ったんだ。マジでごめんなさい。はんなまれば、はんなまれよ、はんなまれよ。めっちゃこれがしっくりきてるじゃん。面白かったじゃん。普通に間違えました。いや、また来たよ、これ。矢野を愛してやまない山崎徹に。来ちゃったじゃないんだよ、本当に。待ってたでしょ、じゃないよ。矢野を愛してやまない山崎徹にさん、500円で来ちゃったらいいんですよ。フリーのやつも読んだんだから。どんだけ来ちゃったアピールしたいんだよ。猫フィットネさん1220円。女性が下で仰向けで足を広げ、男性がその上からのしかかる体勢のこと。やめればよかった、これ読むの。ねえ、僕からワードを引き出したいだけでしょ、これ。君に読む恋物語さん610円で、陽気に踊る謎のひょうたんみたいなやつやめてください。全然僕今ピーヒャラパッパしてないので。まだ動揺の中にいるのでね。はい。猫フィットネスさん1220円。主に SM プレイにおいて、支配側パートナー側が、服従側パートナーの顔の上に、股間を密着させて座る行為。SM プレイのなんか一種書かないでください。これ、なんていう行為これ。矢野 DM しても絶対に、あって返しでキャラ守ってる感あって、気味が悪い、気をつける。書かないでください、そんなことは。僕が恥ずかしいので。猫フィットネスさん1220円。仰向けになった女性の量、もうタイ書かなくて大丈夫です。僕そんなタイに詳しくなりたくないです。切り抜かれたいとかないんだよ、もう猫。いや、もう ないんだよ。てか誰もないんじゃない？どうも、犬エクササイズです。自分の名前に誇り持った方がいいですよ。僕はずっと立ってました。そこは立たせないでください。興奮する要素ゼロだったので、今日。猫フィットネスさん、6100円。なんでみんな見れねえの？どうしても気づいてほしい人みたいになってますけど、大丈夫ですか？もう、なんとしてももう、額を上げれば見えるんじゃないかということで。すんごい気づいてほしい人みたいになってますけど、大丈夫ですか？待って。左側から見たら、めっちゃ松坂桃李に似てるやん。似てないですね。ブルーな気持ち、シュッシュ。ちょっと勝手に色取り忍者だけやらないでいただけると。めちゃイケ出てないので、今僕。シュッシュ、カバセックスで大喜利始まった時、シュッシュ、ブルーな気持ち、シュッシュ、やめてあげてください。始まった時って別に始めたつもりがないからね、俺は。カバセックスさん2440円。パン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 、もうおかしくなったやん。変えなくていいって。うん。カバセックス読みづらいから。猫フィットネスで素敵だって。
やめてね、もう。君に、君に読む恋物語さん、1220円、シュッシュ、黄色いおしっこ出さないでください。スパチャの色もおしっこに合わせてみましたじゃないんだよ。やめてください、本当に。もう終わるっていうのに。シュッシュじゃないよ。やめてくださいね。写真刺さってて草、これ地毛ですね、はい。顔出ししてください。ギャン出ししてますね。北の偉い人ですか？日本の偉くないフリーターですね。